シャーソクリズで、皆さんこちら高橋です。はい、大の字になればあなたは最強。本日はですね、胴作りにおいて腹式呼吸は間違いであるということについてお話をしたいと思います。はい、今回ね、初心者弓道講座ということで、まず足踏みの内容、ふくらはぎを伸ばして、足踏みの線よりね、ちょっとこう前目に立ってからこうハの字に開いたら、自然に60度に開いて体重が下に落ちて足の裏重心にぴったりくっついて膝か膝上が伸びる足踏みができるってことをお話しました。それだけじゃなくて、胸の筋肉の横方向と縦方向に開くと胴作りっていうのは自然に丹田に体重が落ちるということが分かりました。この2つの、まあこれ概要欄の方に、あの自然な足踏みのやり方、自然な胴作りのやり方、初心者から学べる、このあの立前の社のね、古くの弓道のね、姿勢の作り方っていうのを覚えてもらうと、実は呼吸法があるんですよね。呼吸は腹式呼吸はダメなんです。正しくは背中呼吸法を覚えてください。背中です。はい。どうやるかっていうのはちょっと簡単なんで、ちょっとお話しすると、まず、普通にね、皆さんが弓道でやられているのは、ここでお腹に手当ててもらって、これで呼吸してください。で、これお腹に呼吸入ると思うんですけど、実はこれはね、間違えてるんです。あの、弓道の矢渡しの動画とか、講談社の先生が弓引いてる写真とか見るとですね、道着のね、ここの部分がね、動いてたりするんですけど、実はその呼吸の仕方は間違えてます。どうしてかっていうと、腹式呼吸って猫背になったり、呼吸筋っていう筋肉が無駄に使われて、前面の筋肉に力が入ってしまったり、もしくはですね、呼吸をしても心が実は落ち着かないです。まあ皆さんこんなことないですか？なんかリラックス、リラックスって言って呼吸するじゃないですか。ってやっても、なんか逆に、疲れた感じ、だるい感じが出てしまったりとか、全然呼吸が落ちても、心落ち着かなかったりするじゃないですか。あれって、腹式呼吸やると、逆に横隔膜が動きすぎちゃったりとかして、疲れちゃうんですよ。正解は、背中呼吸を覚えてください。背中呼吸って何かっていうと、大の字に伸びてください、まず。こう、大の字に伸びてくださいね。で、足の筋肉も伸ばしてくださいね、こうやって。こういうふうに、まあ、大の字にこうやって伸ばすわけですよ。で、ここで、大の字に伸びてもらったら、こうやってぐーんと伸ばしてもらったらですね、意識が前じゃなくてね、ちょっとこう伸ばされる分、ちょっと後ろに行くと思います。で、ちょっと体重とか意識を後ろに置いた状態で背中に手当ててもらって、で、これ呼吸してください。で、背中側の方が膨らむと思うんですよ。背中が膨らんだら、これ背中呼吸法って言って、弓道においてはこれでやった方がいいです。背中に呼吸を入れると、これ、すごい、実は、やっていただいたら分かるんですけど、ふくらはぎすごく柔らかくなるんですね。で、背中に呼吸が入ると、姿勢も伸びる。で、さらに、腰もしやすくなります。こういうね、いろんないいことがありますので、初心者は、まあ、これ、講談社の先生、誰も教えられないです。背中に呼吸入れる方法って。これは、まあ、私とか、仏教の関係では、昔働いてた時に、正座とか組む時に、呼吸の仕方と興味を持って調べてたりとかするけど、まあ座禅をやる人とか、そういう人たちって呼吸やるとき背中使うんですよ。でも多くの弓道関係者って多分腹式呼吸で送られてるんですよ。胸の筋肉を使った胸式呼吸だと、胸が開いて、なんか、体が縮んじゃうんで、そうじゃなくて腹式呼吸でやった方がいいとかって、言っている人とかいると思うんですけど、それ間違いなんで、それでやってもいいかもしれませんが、それでやったら姿勢が縮んで、体が伸びないし、心も落ち着かないし、呼吸筋がこうやって動きすぎて姿勢が崩れたり縮んじゃったりするんで、まああまり良くないんですよ。正しくは背中呼吸です。姿勢が良くなれば背中呼吸におのずとなるはずです。ということで、ぜひやってみてください。以上です。ありがとうございました。弓道の価値観を変えるチャンスはあなたにあります。次はあなたの番です。人は何歳でも強い夢を開くことができます。